いいいたしますきなりこう店舗にお越しいただいて本当に目の前にプレスの皆さんもたくさん今日はお集まりいただきましたので、はい、ちょっといつもとは違った環境かと思いますが、はい、楽しくお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたしますということで木村さんにお越しいただいたわけなんですが、はい、木村さんは3月22日創刊の講談社日経新聞の共同事業であります、はい、ザ日経マガジンスタイルアイで ダイアンフォンファステンバーグを身にまとって登場されると伺っております、はい、またね、今日お召し頂い,いているこちらのお洋服も <laughs> ね、はい、大手参道店限定の ドレスです。いかがですか？そうなんですよ <laughs> すごい。も素敵だなと。ギンガムチェックってちょっと珍しいですよね。ええ、ですよね。はい、とても着心地が良くて、あのー、大変嬉しいです。<laughs> いや、もうね。だんだんとこう外も春めいてきましたので、でね、なんだかちょっとファッションを楽しむのが嬉しいこう。女性としては季節になってきたかなと思います。けれども、そんな時にパッとこう目を引きますよね。 あねえ、本当にあのはいすごく着心地も良くてはい、嬉しいです。<laughs> まあなんだかちょっとウキウキ感が伝わってきますけれども、はい、本当に素敵に着こなしていただいております。えー、こちらは今おっしゃっていただいたように表参道ヒルズ限定ですので、ここでしかお求めいただくことができないということですからね。うん、要チェックです。さあ、そして愛がこう。 送還されましてダイアン・フォン・ファステンバーグまた違ったものを来ていただいているということであの紙面で拝見するのもぜひ皆様楽しみにしていてください。さあ本日はそのダイアン・フォン・ファステンバーグの表参道ヒルズポップアップストアオープニングセレモニーということで明日3月7日からこのお店がオープンするわけなんですが実際にご覧いただいていかがですか、この店舗。あのそうですねやっぱり 素敵なドレスがたくさんあって、これは女性たちはもう楽しみですよね。明日が私と同じドレスも、ええ、あのそちらに。 はい飾ってあって本当に私も早く遊びに行きたいですわありがとうございますもう表参道という場所もすごくいい場所ですのでそうですね、えー、たくさんの方々に来ていただけるかなと思いますしこうしてこう外を歩いてくるこのウィンドウにパッとこの目の引くダイヤのこうお洋服が飾られているとちょっと入ってみたくなりますよねそうですね女性たちはみんな大好きですからね、うん、ダイヤン、はい、わ嬉しいですねぜひプライベートでもお越しになってください、はい さあ、ということで早速なんですがダイアン・フォン・ファステンバーグ表参道ヒルズポップアップストアオープンを記念いたしまして今日はこんなものご用意いたしました。お願いいたしますさあということでゴロゴロ出てまいりました。さああとということででのお話は伺ってたんですけれども こんなに大きいものだと思わなかったです。これ全部ケーキですよね。そうなんですよ。すごい、もうオリジナルで作っちゃいましたということで。チェーンの柄があのね象徴的な柄ですよね。ありわあすごい。そうなんです。チェーンリンクプリントがポイントとなっております。これ中中は何が入ってるんですか。何が入っているんでしょうか。じゃ切ってみましょうか。<laughs> そうですね。<laughs> あの皆様にもぜひご覧いただければと思いますので、はい、ここからケーキをねゆとしていただきたいと思います。はい、では。 ダイアンフォンファステンバーグ表参道ヒルズポップアップストアのオープンを記念してのケーキカットです。それではお願いいたします。 では、そのままで、まいにむせお願い。ということで、ケーキカットしていただきましたけれども、なかなかここまで大きいケーキを。お一人でこうケーキカットするなんてこと、ないですよね。初めてです。<laughs> <laughs> ですよね。はい。なんか、すごいいい香りがちょっと漂いましたけれども。そうですね。素敵ですね。うん。うん いやということで明日いよいよオープン、はい、ということになりますので,おめですありがとうございますありがとうございますもうたくさんの方々にお越しいただけるんじゃないでしょうか土曜日ですしね,すねたくさんの方がいらっしゃいますよね本当ですね、はい、楽しみにしていただければと思いますえでは最後にメッセージをいただきますのではいありがとうございますでは前へ見ていただきまして、はい、では皆様で最後にメッセージお願いいたしますはい、えー、今日はあのお招きいただいてありがとうございましたまたこのような素敵なドレスも着させていただ いただいてとても嬉しいです。明日からダイアンファンファステンバーグオープンになります。どうぞ皆様遊びにいらしてください。ありがとうございました。